どうもどうも、マサトです。はい、今回もこちら、マサバのワールドからお送りしたいと思います。はい、今日はですね、地下の拠点の地上に来ておりますってややこしいな。いい加減、ここで地上部分の名前決めないとね、募集するか。何かいい名前ありましたら、お願いいたします。こういうのどうですかというのをね、言ってもらえれば、その中からね、ちょっと選んでみたいなというふうに思います。何々村とかそういう風な感じ、まあ、村に限定しなくてもいいか、ここの場所の名前ね、募集したいと思います。何かありましたら、コメント欄そしてチャット欄の方でよろしくお願いいたします。はい、今日はこちらでの作業ですね。こちらの噴水周り、ここをね今日は整えていきたいと思います。ということで早速始めてまいりましょう。はい、一応ねちょっと、手を加えております。道ちょっと伸ばしたのと、で、ここにいたヤギさんをこっち側に移動させました。いるよね、2匹いるよね。はい。で、あと、これね、歪んだやつね、もうこっちに移しました。はい。じゃちょっとサクサクっとやって、まあ、定番の花壇ですね、多分ね、ここなるのね。で、作っていきたいと思います。エンダーマン。困るよね。ひょっとして上にも置いてない？あ、ここは大丈夫だね。まず枠作りましょうか。枠作ってある程度形決めて、で花を植えると。これうまくいけるんかな。逆階段つけようと思っているので、で1、2でしょ。ここまで土でいって、なんかヘリが飛んでる。ここら辺をね、戦力の逆階段行きたいと思います。ちょっとね、プロペラの音が入ってたらごめんなさい。今日は日曜日なんでね。で、材料ここに持ってきてます。ストーンカッターで、ここか。これだね、滑らかにして。道が黒なんでね。で、こっちも白系に合わせようと思います。ここがうまくいけるんかな。要は、こう。角を取った方がいいかな。このままでいいんかな。いや、ここなんですよ。いや、こういって、こういって、ここブロック。表現がね。で、こうしたら、あ、いけるね。だから、こういう感じでやっていかなきゃいけない。階段系はちょっとややこしいからね。こっちか。ぐるんぐるん目回りそうだけど。ちょっとこういう感じで作っていきますね。こういって、こうなんですよね。あ、違う。つくづく思うね。私階段好きだなと。装飾で階段使うこと多いですからね。で、こっち向いてこうなんですよね。で、ここまで土が来るから、この、グローのところまでね、こう来るんで、角はこのままでこういう感じでいきますよね。ちょっとこれいって、形をね、決めます。で、今考えてるの、まあ、ここ花壇なんですけど、ここら辺、ちょっと真ん中あたりに水入れて、水生植物、ドリプリューですね、を入れようかなと。こういう感じでいこうか、角はね。こういってうまくいった。で、こういう感じですよね。ついてます。うん。先に緑化してもらおう。1個作ってしまえばそれで右へ習いでできますからね。2つ、ここはいらない。
こんな感じでちょっとやってみようか。なかなか難しいね。で、下ね、これ粘土に変えます。ドリップリーフ、ちょっとコントラストを持たすために粘土持ってきてますんで、これでね表して水を入れるという感じですね。粘土なら小さいドリップリーフの方も植えられるんでね。で、あとはこれで水を入れると。とりあえずまず1個だけ完成させて、でそれを基準に、あ、いい感じだね。それを基準に、あと3つ作っていきたいと思います。あと3つドロップ。だから、無限水源こっちだな。ちょっと移動させました。こっち側だね。あ、これで全部なった。出て赤、こっち大々にしようか。チューリップでいきます。赤大々。結構たくさん持ってきたね。ワンスタック以上いるのね。はい。で、ドリップリーフ入れるんですけれども、ちょっと照明代わりにシーピクルスを入れましょうか。で、明るくしてしまうという考えです。もうちょっと持ってきた方が よかったかな。四隅にシーピクルス、こっちにも入れちゃおうか。あとここだね。で、こっちの両サイドに、あ、で、これで結構明かりは、明るさは保てるんじゃない？あ、これ目立つんかな。あ、ちょっと大きくすりゃいいか。適当。あ、違う。適当ね。で、行って、あと小さいのを適度に入れて。でいいかな。上から見た場合どう見えるか、こっちから見ようか。もうちょっと上、ここ緑ちょっと変えた方がいいかもね。粗い土にね、花も緑だし、でこっちの周りも緑だし、粗い土にちょっと変更しましょう。ちょっと他のやつも先作っていきますね。同化しちゃってるね、やっぱしね。はい、ということで、全部設置し終わりました。こういう感じで、下から見たらちょっと分かりにくいですよね、これね。ちょっと目立たないというか、まあ一応こういう風な感じになっております。夜もね、ちょっとだけ見たんですけれども、ちゃんと、明かりは確保できているんで、まあ、ここ、松明置いてあるところ以外は大丈夫ですね。はい。というふうな感じになっております。じゃあね、早速、上からの方が分かりやすいんですよね、これね。ご覧いただきたいと思います。はい。こういう感じなんですよね。デレンということで、噴水。
出来上がり、噴水の周りの花壇ですね、出来上がりました。でこの花壇の周りもね、またおいおい、装飾していきたいと思います。低木とかちょっと植えていきたいよね。うん。その辺はまた、今度やっていく感じで、いい感じになるんじゃないですか。で、あとはもう今度、こっち側に家を建てていくというふうな感じになるかと思います。こっち左右に家建ててもいいかもしれないね。うん。で、家の裏側に、植林地があるというふうな感じでもいいのかなというふうに思ってます。ここの、ちょっとここも綺麗に整える必要あるかなと思うんですけどね。これ、上ね、上もちょっと取らないとね、うん、面白いのは面白いんだけども、これ、影になっちゃうからね。はい。ちょっとまた、この辺も整備して、いい感じに家建てていければなというふうに思っております。はい、ということで、地下の拠点の地上部分ですね、噴水の周りに花壇、設置してみました、うん。徐々に雰囲気出てきつつありますよね。うん、で、まあ、家とか建ち始めたらまた変わった雰囲気になっていくんだろうと思いますけれども、あとこっちの先どうしていくかもちょっと考えとかなきゃいけませんね。はい、徐々に発展していっている場所でございます。ということで今回はこれにて終了したいと思います。ではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。